めっちゃ分かりやすかったよ。私先輩どこどこ桃江見つけてないの私。マジですか、うん、こんな分かりそうな麦はすぐ分かった。この店を調べたいけど誰に聞きゃいいんだろうな。どこってどこっていう中国語。お、分かったようです。セイバーって言ってた。セイバー、セイバーって言ってた。気分で買えるんじゃないですか。分かんない。そういう時はググるか、普通に。うん、そうしよう。ググるか、普通に。うん、そうしよう。ググろう。誰か交番わかるのかな。店のレベルでわかる。何か持ってほしいなり、はい、じゃあちょっと軽く見ますか。どう、見たことない歌詞ばっかでしょ。あ、私これ知ってますよ。カラフーチョ。私も知ってるな。なんか読めるし。これも知ってる。あ、本当だ。ドリツ。私もなんかなぜか読める。読めてしまう。読める。もうひらがな。深み。ひらがなこれ。深み。なんか有名なのがこれとか。あとこのシリーズが人気があるらしい。そうそう。辛いの好きなの。あ、ね、これいいね。あとで買うか。うん。ちょいっと。いいね。これ2個で10元ってことですか。そういうことだねこれ。え、違うんじゃない？さすがに。だって1個30円だよ。やばない？価格破壊やばいでしょ。1個120円くらいですか。そうだね。じゃあ普通って感じですね。そうね。あ、なんか桃井が地下行って右折曲がってストレートでバイバイって言ってる。あっちの方にポストオフィスがあるらしいので、うん、まずそっちに行きます。はーい、やるやん、やるやん。もうよくわかんないからエクスキューズミーって言いました。うん、正しい。正しい。なんかこれ見ちゃうかと思ったけど、あー、うん、ウェア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 。マカ丸だ。どこ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 。待って待って、まさかの私もですね、Google、で調べたんですけど、全部台湾語なので、果たしてここで合ってるかどうかっていう疑念のもと、ただ今方向は合ってる。なるほど。果たしてそれで本当に良かったんでしょうかのやつやね。そう、ちょっと。桃井どっち？ポストオフィス。ポストオフィスがあったら、そこのエスカレーターの下る方。あの緑。ポストオフィス。なんだ、緑色だったよね、全部。ターンライト。なんかあれなのかな、白いとこには座っちゃいけないルールがあるの。いや、ねえだろ。確かに落ち着くんじゃない。すごない？あ、やった。あ、あった。あそこ下がります。ほうほうほう。すごい優しい人だった。なんかすごいね、あのお兄さんたち4人ぐらいドーってかけます。さっきの土産屋さんのお兄ちゃんには嘘つかれたってことか。悲しい気持ち。すぐに帰った。あ、そうなんだ。あれはすぐに帰れたんだけど。すごいやっぱ信じるものは交番ですね。そうやな、悲しいわな。で、ここの地下行くんやな。ターンレフトね。ターンレフトって言いながら右指してんだよな、さっきから。一緒ですよ。やりましたね。素晴らしいし。ちなみに MTR 直営商品館。そうそうそう。だからそのあれなんですよ。悠々カードの種類が多い。
してたの。あったぞ。ほら、50嵐やったぞ。タピオカ、タピオカ。これ、そうそうそう、50嵐。五十嵐で、五十嵐。ちょ、五十嵐、ちょっと、チラ見しよう、チラ見。1タピオカ決めますか、軽く。食べたいか。食べたい、食べたいのか。ちょっとそろそろ決めないと、うちの子がそろそろ震えるんで。震え始めました。じゃあ決めましょう。じゃあ1個決めていただいて。私何味が、私も1個はマジで多いよ。そうなの。うん、私そもそも1個飲みきれないから誰か半分こしよう。そうそう、それがいい、それがいい。半分、半分こずつしよう。甘さと氷の量とかを選べるから。 あと確かね、ここの店はタピオカのサイズも選べんじゃないかな。詳しいでしょ。素晴らしい。めちゃくちゃ動画見てっから。わ、素晴らしい。私は微糖がいいんですよね。微糖の氷なしがいいんですよね。悩んでるの。メニュー悩んでます。まあ台湾着いて初のタピオカですから。まあね、一番決めたいものね。めちゃくちゃ日本語ちゃんと書いてあるじゃん。タピオカミルクティー、これだな。これタピオカミルクティー。タピオカ小さいと大きい。おしい。これ大きい。あ、こっち。甘さは。微糖。これは。氷なし。なし。で、ワン。ワンとこっち。一括で払うってことね。90円。これは、好きだね。50円。めっちゃくちゃ甘い。甘党です。あ、そうか。激甘党。ありがとう。シェシェ。じゃあ待ちます。ちっちゃいタピオカ。イグ？イグ？え、何？すごい小さいの？チアシードみたいな感じなの。あ、ほんと。なんだ、うちらがいつも知っているのはあれはでかいのね。あ、すごっ。ダブル。すごいやん。でっか。待って待って、これ3台で伊達さんも抑えられてるけど大丈夫。やばない。よけした。視聴率高いんやけど。でかい。大きいですね。でかい。サイズ選べなかった。はい、桃井、これいくらでしょうか。え、さっき教えたもんな。100円。100円。あ、あの、要は日本円で言う100円。日本円で100円。なるほど。どうですか。え、やばい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 って、これやべえの。ありがとう。もう早速飲んだ、早速飲んだ。どうですか。飲まないとこぼれ。袋入っちゃった。どうですか。あ、おぶもうちょっと入ってる。袋入ってた、袋入ってた。俺はね、いわゆるハオフ。いわゆるハオフ。やっぱね、もう私のチョイス完璧やわ。もう、なんかむっちゃうまでしょ。新鮮なタピオカって感じ。新鮮なタピオカ。わしね、甘さこれぐらいが好きなんよ。よくない。柔らかいのが好きなの、タピオカ。あ、そうなんや。柔らかめだよね。おいしい。ちょ、飲んでみ。こっちがね、あの、微糖。微糖。微糖。めっちゃ甘い。飲んじゃう。ごくごくいっちゃう。うまいよね。ちょっと、これめっちゃ甘いやつでしょ。90です。90。私は甘党なんで、こっち食べてみたい。甘っ。待って、そっちだったわ。混ざって、今、まあ、甘い方だと思ってた。めっちゃ甘い。甘いですけど、私甘党なんで。これ、これちょ、これちょうどいい。でも、一杯以上飲むんだったら、でもこっちの方が飲みやすそうですね。そんなか。これぐらいじゃない、うちらね。これがいい。途中で蓋があって、
こっちになってほしい。もうあと何年か後はもうこっちだから、うん、でもこれちょうどよく、よし行きますよ。ここで分けてよかった、ね、ちょうどよかった、うん、ちょうどいい。これで氷なし、うん、冷たいでしょ、美味しい、うん、確かにタピオカの量ちょっと多いよね。お、映えてるぞ。我々さ、写真撮る文化ないよね、うん、映えてるのを撮ってるのをもう一回撮ってる。不思議な構図や。なにこれ、アイドルの撮影会の撮影の撮影です。わーすごい、なんか行こう、早くしないと。もうこんなんで腹満たしてる場合じゃないから。こうやって寄り道してたらいつまでも目的にたどり着かんからな。そうだね。